石塚映像から1942年7月28日は、日本の官僚、政治家、台湾総督、貴族院議員、水密顧問館、日本赤十字社常議員。現在の福島県出身、藍津藩市、石塚和三郎の長男として生まれる。教立学校、第一高等学校を経て、1890年7月、 帝国大学法科大学政治学科を主席で卒業。同年同月、法制局司法となり、以後、法制局参事官、県法制局書記官などを歴任。1894年12月から翌年7月まで、内閣顧問官として、朝鮮国に出張した。1898年3月、医学系テクノクラートとしては、実績があるものの、 小玉玄太郎台湾総督の下で行政全般を扱う民政局長企業には不安が持たれた後藤新兵を補うため同総督府の文官ナンバー2として直任参事官に就任。以後、台湾総督府の参事官長、民政部外事課長を心得、総務局長を歴任したが後藤民政長官としばしば対立し、日露戦争中の1905年5月。 小玉満州軍総参謀長が兼任する総兵誕官の霊下に設けられた大連の関東州民政省民政長官を兼務となり同年8月に民政長官の専任となって後藤と勤務地が離れたそして1906年9月関東都特府が設立されると民政長官に就任したが後藤が南満州鉄道総裁権関東 都督府顧問として赴任してくると、両者の確執が再燃し、1907年4月に民政長官を更迭され、同年9月、党官府に展示参予官となった。党官府では、監査部長、総務長官事務取扱いを歴任。1910年10月、朝鮮総督府設置に伴い取調べ局長官に就任。1912年4月、 朝鮮総督府の商工部長官となり、寺内正岳総督が退任する1916年10月まで在任し、同月21日、貴族院直選議員に任命され、同和会に属し1934年4月6日まで活動した。また、1916年10月に、東洋拓殖株式会社総裁となり1923年12月まで在任した。 1929年7月、第13代台湾総督に就任。武社事件により1931年1月に台湾総督を辞任した。1934年3月、水密顧問官となり、在任中に死去した。没後に、君一等旭日東下大受賞が贈られた。長男の妻は、竹下伊佐海軍大将の三女である。ありがとうございます。